実験大好きエメネウです。今回は無線通信に障害を与えるノイズの発生源、これを探す小道具について紹介させていただきます。意外とね、ノイズの発生場所というのは分かるんですけど、本当にどっから出てるのか1センチ2センチ単位になるとなかなか分からない方多いと思います。それを発見するための小道具ご紹介いたします。ノイズを聞くための受信機っていうのを紹介させていただきます。当然ね、ノイズを聞くだけなら、まあ普通の短波ラジオとかそういうものでもいいかと思うんですけど、できればね、ノイズの場所の確認で、いろんな対策をした時にノイズが多い少ないをね、やっぱり可視化しようと思いますと、このような形ですよね。まあ、これ通信アマチュア無線用のトランシーバーについてる受信機能をね、今回使わせていただきました。やっぱりここまでのね、一番のポイントっていうのが、実際に S メーターというものがね、こちらの方についておりますので、まあ、この S メーターで信号の大きさが分かれば、これだけでもね、どっから信号が出てるのか、で、あとどれだけね、改善されたかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。ただね、一つの問題というのがこちらにありますね。付属のアンテナですと広範囲の信号を聞くことは可能なんですけど、どっから出てるのかっていうね、局部をね、確認しようと思いますと、なかなかね、位置の限定ができません。ですよね、今回ね、私の準備させていただいたのがこのような普通のビニール線ですね。普通のビニール線なんですけど、これをね、10回ほどこういう形でちょっと巻きつけて、まあ大きさ、まあ何回でもいいみたいなんですけどね、まあそういうコイルに、まあ便宜上 M 型のコネクタを取り付けて、また申し訳ないです、こういうハンディ機にそのままつなげないですから、便宜上こういう形で変換のケーブルを経由して、こういうような形ですね、つなげさせていただいております。どっから、例えばケーブルのイン側、本体の中央側、本体の外側みたいな形でね、出てる場所がね、本当によくわかりますので、ね、まあ、詳しいことはね、今から実験させていただきます。でまずね、ハンディ機の方ですけど、まあ、受信機、まあ、受信機として使っております。で周波数をね、どこ聞けばいいのかっていうのがね、これが結構難しいポイントとなります。まあ、経験上なんですけど、大体ですと、パソコンですと1メガ10メガ30メガ、まあ、この3つぐらいのね、周波数を聞いていきますとね、いろいろなあのノイズ、例えば電源部から発生しているノイズで、クロック回路とか、まあ、インバーターとか、まあ、そのようなノイズがね、いろいろと聞こえてきます。まずね、代表格としてこのハンディ機使いまして、それとこちらの方のね、あの付属のホイップ、これ使ってまずね、聞いてみようかと思います。でちょっと音の方ね、こういう形になってますね。ちょっとうるさくて申し訳ないですね。こういう音が聞こえております。で AM モードなんでね、まあ、こういう形になって、まあ、音は聞こえてるんですけどね、意外と場所を移動してもね、やっぱりアンテナの特性上 S メーターがあんまり変わってない。ちょっとね、これ見づらくて申し訳ないんですけど、できるだけ引きがらなく しようと思ってるんですけど、あんまり移動しましてもね、 S メーターがこう変わらない、見づらいと思うんですけど、これがポイントとなります。ですのでね、ノイズが多い少ないという評価はできるんですけど、場所の特定がなかなか難しいので、今から先ほどご紹介したアンテナに交換させていただこうかと思います。ちょっとね、無線機の方がね、非常にね、ライトをこの反射しやすいので、ちょっと別のところにね、置いて撮影しようと思います。無線機の方はね、このような形、ちょっと端っこの方に置かさせていただきます。でこちらの方がアンテナですね。このアンテナで、ね、実際どうなるのかをちょっとこう見ていただければと思います。これがですね、このループアンテナの、ね、特徴なんですけど、ほぼ真ん中が感度が一番良くなってますので、このような形でね、よくありますのが電源部分、もう本当にこのケーブルとかこの辺ですね。ですのでここがね、よく言われてる、見えますかね、ちょっとあるんですけど、フェライトコアがついてるところなんですけどね、フェライトコアの手前まではすごいノイズですけど、フェライトコアを超えますとね、非常にノイズがちょっと減る傾向というんですか、こう減っていく傾向がありますのでね、やっぱり効いてるなという感じです。これちょっとレッツノートの AC アダプターになります。こちらの方になりますね。で実際にね、こういう AC アダプターなんですけど、ケーブルから出てきてるノイズ、これっていうのはね、皆さんもすでにあのフェライトコア、パッチンコアですよね、まあ、ああいうものをね、こう巻かれて対処できるとは思うんですけど、ですのでこういうケーブルに乗っているノイズはね、ぜひともああいうパッチンコアをつけていきますと、ノイズが減るのがね、このような形ですぐ分かると思います。ただこういうね、本体はね、割合ちゃんとシールドはされてはいるとは思うんですけど、本体から出てるノイズはね、非常に除去しづらいような形です。
で実際ねこれもねここに置きますね。で実際こちらの方なんですけど、受信している周波数によりましてね、結構特性が異なります。電源ですとね1メガより下ぐらいの方が面白いことが多いですね。ですから先ほどもあったんですけど、だいたいこの辺のノイズっていうのがキャリア周波数とか言われるね、発信回路に直接してるんでね、こう見ていただきますとありますね。ケーブルはノイズ対策されてるので出てないんですけど、このような形でね本体からはかなりやっぱり出てると。ただ実際にねそこまで言うほどは出てないとは思うんですけどね、まあこれぐらい出てるっていうのでね、周波数ごとに違うのをねちょっとお見せしようかなと思います。500キロですね。次が10メガでちょっと差していきます。およそ10メガですね。ちょっとずれてますけど、今度ね10メガにしますとね、ここのノイズは少ないんですよね、電源本体。ただやっぱりねこういう形でノイズ対策しても上の周波数はね若干このような形で燃えてきてるっていうのがね、こうやって可視化できてるんじゃないでしょうか。であとはね30メガぐらいが大体ね、これまあノイズの世界の一つの山場になるとこなんですけどね、30メガちょっといってみます。30メガにしますとねこんな形ですね。結構ほぼ似てますね。ケーブルのところはちょっとノイズが多め、ただ本体はね非常にこうよくシールドされているような形でね、まあこの辺が実際コモンモードノイズとかね、ノーマルモードノイズとか、まあいろんなノイズの名称があるんですけどね、そういうようなとこに依存しているのでね、まあ、この辺はねまた後日以降とか、まあ実際にねインターネットでもホームページ、村田さんですかね、結構ノイズ用品をね多数取り扱えているメーカーさんがね詳しい情報を記載してますので、そういうのもね見ていただければと思います。今回のね一番最大の実験の目的っていうのが、まあパソコンのあたりのノイズっていうのはだいぶね昔より良くなったと思うんですけど、意外とね最近悩まされている方が多いのが、まあこういう LED の照明ですよね。まあ、これもね皆さんだいぶ普及してきて、最近はねものすごくノイズ減ってきてはいるんですけど、やっぱりご購入されるときに本当にねこの LED の電球っていうのはもう品質の差が激しいっていうんですか、国産のやつはねもうほとんど問題にならないとは思うんですけど、まあ通信販売とかで海外からね販売されているものは要注意なんでね、皆さん注意していただきたいという気持ちで、まあこういうようなものをね LED の電球一つ用意させていただいております。今回こちらの方はねまず日本の有名メーカー製の電球、まずこちらからねテストさせていただこうかなと思います。分かりやすくするためにこのような形でね、もう電球の周りにこのような形でね取り付けるような形でまず受信させていただきます。で電気入れますね、こちらの方電気です。入れますとこうなんですけどね、こういう形でね80メガ帯非常にねノイズが出てます。ただね離すとねもうノイズ出てないんでね、これ非常にね少ないです。かなりねいたずら的な要素で、まあ一番ねノイズが出やすくて処理ノイズの処理のしづらい照明のねこちらからねノイズ測ってるんですけどね、それでもこれだけまでノイズを落とし込まれてるんでね、非常にね日本のメーカーさんは偉いなとは思ってますけど、ただねやっぱりノイズは間違いなく出ております。でこのね LED のね照明のノイズの一番辛いところっていうのは、先ほどのパソコン系のノイズっていうのはだいたい周波数が低いところに結構目立ったノイズが多いような傾向だと思います。これはもうちょっと一概には言えないんですけど、ただこの LED 系っていうのがねやっぱり使えてるチップとか回路によってもだいぶ違うんですけど、70メガから150メガぐらいに結構ノイズが出ることが多いです。で私がね比較的 FM のラジオはノイズが乗るとすぐにメーカーさんにクレームが来るから気をつけてるっていうお話は以前聞いたこともあるんですけど、これはこちらの方のね有名メーカーさんもちゃんとねノイズ対策されてるんでね、これちょっとね室内のノイズも結構入ってきてましてね、もう実際この申し訳ないです、カメラの照明も LED のライト使ってるんで、もうすでにこの時点でアウトなんですけど、ちょっと簡易的にだけねご紹介させていただきます。ただこれかなりね部屋のノイズが多くて、この部屋ねもうあんまり参考にならないと思います。この辺だったかな、ちょっと照明入れ切りしてみますね。まあそれでもねこんだけノイズ少ないですからね、これで無線の方に影響が出ることはねそうはないと思います。ただこのようにね意外と無線のね周波数はねうまいことね落とし込まれてますね。130メガぐらいのところにねこうちょっとピークのノイズがあるんですけどね、 S メーターちょっと音もね聞こえてくるんで分かると思うんですけどね、独特の変調がかかってるというんですか、
ちゃんとね140メガアマチュア無線帯は綺麗に抜けてくれてるんでね、影響はないと思うんですけどね。中華製の LED のランプ、一応これね諸事情があって100ワットのやつを買いました。もう買ってね 4,5 年以上の前のもんなんですけどね、まあ、諸事情があって 1個ね保管しておりましたんで、これのねノイズ試しにちょっと測定してみようと思います。まあ、こういう形でちょっと電球が多いんでね、もう置くしかないんですけどね、こういう置いた形でちょっと実際にテストさせてもらおうかなと思います。で実際電気つけますね。まあこんな形ですね。ですから FM もねちょっとはノイズが出てるんですけど、 FM もさすがにあの中華圏でもね FM の周波数に対してまあ大体似てる分で、多分かなり気をつけられてるんやと思うんですよ。こういう形ですね。結構少ないですよね、80メガ。ただ、さすがにアマチュア無線帯、まあ、日本のね、特に2メーターまでは考えておられないんでしょうね。作った時に極力こんなところを注意を払うっていうのもないと思うので、こういう形ですよね。まあ、ただ、何回も言いますけどね、そんなね、離すとだいぶ減るんでね、これはもうかなりいたずらに近い現象なんですけどね。それでもだいぶ抑え込みはされてるとは思うんですよ。ただ自分らの使う周波数なんでね、できるだけこういうところはねノイズ自身が出ないものをね探されるっていうのも一つの手だと思います。まあとにかくこの辺もねメーカーさんに聞いてもわからないとしか回答がないと思うので、どうたかね先人の方が購入されたりで自分で買っていい悪いをねもう判断するしかないとは思うんですけどね。まあこういう事例、一時期ですとねダネットのホームページ上でもねいろんな OM さんがねご紹介されてたとは思うんで、ほとんどの方がねやっぱりスペクトルアナライザー使われてるんで、まあそれが一番可視化にはもう最適だと思うんですけどね。何分道具がないのでこういう形でねトランシーバーを受信機として使ったね方法して、こういうようなアンテナですよね、広い範囲を聞くんじゃなくてどっから出てるかをね可視化したいっていうのもあったんで、まあ、これがやっぱり対策方法になりますんでね。まあ対策が分かればね、こういうケーブルから出てるノイズはフライトコアを巻いて対策すればいけます。かなりのところまで減りますので、でこういうね本体はね申し訳ないです、いろんな対策するよりも買い替えた方が早いなとは思いますので、価格の安いもんでしたらねもう AC アダプターごと買い替えた方が安いと思うので、その辺もねまた機会があったらご紹介しようかなと思うんですけど、ぜひともねこういうノイズ聞いてみても楽しいんじゃないかなと思います。どうだったでしょうかね。意外とねこのノイズ、まあ、通常ですとねあまり問題になることはもうなくなってきてると思います。ただね実際に LED の照明器具につきましても PSE がマークがつき始めた当初っていうのは暫定処置っていうのがありまして、ノイズに関してはね結構緩い状態で輸入されてた LED 機器相当あったようです。私もねそういう機器使ったことあるんですけど、すごいノイズでもうたまげたぐらいでした。もう今の製品はね特に国内の信用機器メーカーさんっていうのはやっぱりアマチュア無線化に対する配慮っていうんですか、極力ねやっぱりアマチュア無線の周波数帯っていうのは避けるような形で設計されてるんじゃないかなとも思いますので、ぜひともね照明器具いろんなものが合うと思いますけど、実際にこのような小道具をご準備いただいて選定するのも一つの方法かもしれません。まあ、こういうような形でね、まあ、ちょっとした小道具今回ご紹介させていただきました。またねノイズに関してはね本当に奥の深い分野です。もっといろんなね現象っていうのがありますので、機会があればまたご紹介できればと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。